とりあえずよかったね。ありがとうございました。ここのとこずっと軍事と一緒に走ってるじゃない。まあ、多いですね。なんか斡旋がたまたまというところで、ね、はい、だからあのついててやっぱり安心感あるだろう。まあ、あの行くべきとこっていうのをしっかり行ってくれるんで、うんうん、安心感あります ね。 ね、で時々抜くし、まあ時折、え、あんまり抜きすぎると言ってくんないかもしれないぞ。あ、まあ、もうちょっと加減しようかなきついですよ、ね、そこら辺ね、うん、でもやっぱりねあれだけ安定してると何も考えなくていいもんね。まあ、彼が考えてくれますし、うん、まあ、自分は要所要所でサポートできればというところなんで。だね。あとは飛びつかれたりしないようにとか。まあ結構ね、家賃が高い場所なんで、狙われやすいんで。踏み遅れたりしないとか。まあもうそこだけを集中します。ね。もともとダッシュはいいんだからね。まあそこ落とさないように頑張りたいですね。うん、そこがね、はい、やっぱりあの一番自分のね、得意なところっていうか。まあ番手は、回るときは離れないのが先行選手にとっては嬉しいと思うんで、一番そうそう、ね、あそこをね考えます。まあ、最後抜か抜かないかはね、まあ二の次ぐらいで、まあ、これ仕方がないから、はい、抜けるときはね、まあ、ちょっと抜いとけばいいし、はい、わかりました。写真抜くと次から行ってくんないからね。お仕掛け遅れちゃいますからね。少しね、はい、で遅れると今度行けなかったりするしね。そうですね。でもまあそういうの関係なしに行ってくれる選手なんで、うん、安心感あります。まあ、これでも G1G2 の決勝って、まあ、久しぶりですね。ずいぶん久しぶりじゃない。2、3年ぶりぐらいかもしれないですね。ということは結構番組に恵まれたみたいな。まあ今回そうですね、短期ですし、うん、まあ、今日の仕上がりだと自力でやると怪しいなって感覚だった、うん、まあそれに郡司君の番組なんでまた準決勝がまた違うと思うんで、ね、そこも、うん、はい、まあ俺の見た目ではあの準決勝3つの中では一番硬そうなメンバー構成だなと。どうですかね、まあ、きついですけどどこも、はい、でもそこにちゃんと答えられたところが良かったなと。ありがとうございます、うん、まあ、明日も当然、うん、多分2社だと思うんで、ね、いや誰が乗ってこようが、そうですね、ね、はい、もう軍事の後ろはと思いますね、指定席だしね、はい、今更反対回れとは言わないだろうし、もう行くときは発信になっちゃいますそれじゃね、勝負にね、はい、ただ明日ちょっと天気が心配だけど。あ、そうなんです、はい、雨か風かね、台風来てるし、あ、あの逆に台風が来たら台風の目になっちゃうぐらいの勢いで頑張るってどう。そうですね、目になりたいぐらいですね、はい、うん、じゃあしっかり決勝を、はい、ね、あの優勝目指して頑張ります。ここ取るとね結構グランプリ近くなるじゃない。あ、どうなんですか、賞金で。あ、そうなんですね。そんなに稼いでなくてもやっぱり3000万弱あるから。まあそうですよね、一気に上がるでしょ、はい、でまたこの後新の会も県議選もあるし、加算していけばグランプリっていうのはねやっぱり勢いで乗れたりするし、まあ、もう乗れるときは運と勢いだと思うんで。じゃあしっかり頑張って頑張ります、はい、じゃ あのファンの皆さんに一言、明日に向けて、はい、3日間ありがとうございます、明日も精一杯頑張ります、お願いします。